各チームのスターが集う夢の球宴オールスターゲームが今日から開幕です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、今年も球界を代表する素晴らしい選手たちが選ばれました。オールスターというのは選手にとってどんな意味があるんですか？シーズン中ですからね、気を抜くわけではないんですけれども、一つ楽しみな試合ですよね。そうですね、超満員のお客さんが詰めかけています。パシフィックマウンドに上がるのは先発の千賀。さあ、オールセントラル打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。新庄打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球大きく外れています。156キロがいきなり出ました。ボールになります。ボール先行です。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。バッターは真由美。ヒットでランナーを1塁に置いています。先発ピッチャー千賀、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをオールセントラル打線がどう攻略していくか。バントしました。取りました。セカンド送球、一塁送球、これはピッチャーのエラーです。オールセントラルチャンスになります。ノーアウトランナー二塁一塁。さあ、そして打席にはバース入ります。1打席目からチャンスで回ってきましたね。勝負強いバッターですからやってくれるんじゃないでしょうか。さあ、先制のチャンスです。ここはぜひとも先制して試合を優位に進めたいですよね。なるほど、そうですね。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。いった、一直線入った、ホームラン。バース先制スリーランホームラン。オールスターという晴れ舞台で派手な花火を打ち上げました。オールセントラルが先制しました。3対0。これぞ主軸の活躍。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー、もう本当に期待通りですよね。初回での一発、この試合の行方を左右するような大きな一発となりそうです。バッターは注目のルーキー石峰。オールセントラル見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、ああいった形で先制できると流れも引き寄せられますからね。さあ、この勢いをこのまま続けることができるか。2球目は何で来るか。いいところへ決まります。158キロ。打った、スタンド一直線、文句だ、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。オールスターという晴れ舞台で嬉しい一発。真ん中に入ってきたストレート、ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。オールセントラル4対0。頼れる4番の一振りでした。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。初回から打線絶好調、しっかりとつながっています。バッターはオマリー。オールセントラルホームランで得点を挙げています。
初球ボール、これが2球目、落ちるボール空振りになります。改めてお聞きします、このオマリーバッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、まさにホームランバッターですね。打球がいい角度で上がるんですよね。そうですか。バットに当たりません、三振、ワンアウトです。バッターは DH 八木、ワンアウトランナーなしです。これが1球目、初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。空振りになります。ノーボールツーストライク。切れました、ファールボール。引っ張った、松田、アウト、ツーアウト。バッターは注目のルーキーアリアス。ツーアウトランナーありません。枠いっぱいに決めてきました、ストライクです。ファウルになります。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。しかしこの回オールセントラル2本のホームランが飛び出しました。1回終わって4対0、オールセントラル先制です。2回裏に入ります、オールセントラルの攻撃。バッターは日戸。オールセントラルリードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。そうですね、先頭バッターの出塁は嫌なものですから、まずは塁に出たいですよね。そうですね。真ん中打ちました、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは9番に入っている山田。まずはワンアウトを取っています。初球打ち、この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターは新庄。ランナースタート、キャッチャー送球してナイスセーフ、盗塁成功。さあチャンスになりましたよね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。そうですね。あっと真ん中決まった、追い込みました。打ちました、ファーストが前に来る、取った、一塁送球します。ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。さあそしてバッターボックスには真由美入っています。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあこう真ん中打ちました、ファウルになります。さあ2球目は何か、2球目打ちました、レフトの前に落ちる、サードランナーホームイン。オールセントラル1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、5対0、オールセントラルリードを5点に広げています。3番バッターバース、先ほどの打席で先制となるスリーランホームランを放った。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、盗塁成功です。まあ大差がついてるんで走ってくるとは思いませんでしたね。打った、センターに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。オールセントラル1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、6対0になりました。オールセントラルなおもチャンスです。バッターは4番石峰。リードはしてますがまだ序盤ですから、もっと点は取っておきたいですよね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。まず変化球決まってワンストライク、落としていきましたがこれは外れます。痛烈な打球、これは入りますね、高く入った、ホームラン、ツーランホームラン。この晴れ舞台でなんと2発目を放ちました。
真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オールセントラル8対0、主砲の一振り。打順は5番オマリー。オールセントラルホームランで得点を挙げています。よく見ています。ボールになります。スライダー決まりました。ツーボールツーストライクです。打ち上げた、これは浅いフライ。この打球はフライになっています。5球目打っていきましたが取りました、アウト。しかしこの回オールセントラル4点を追加しています。2回終了8対0、オールセントラルのリード広がっています。3回の裏に入ります。オールセントラルの攻撃、バッターは今日 DH に入っている八木。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。オールセントラル攻撃が噛み合い、大量リードで序盤3回の攻撃に入りました。リードはしてますが点を取られたんで、すぐに取り返しておきたいですよね。さあまずは先頭バッターを、変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスアリアス、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。千賀、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか、なくなってきたようです。打ちました、これは大きい、伸びていく。3球目打っていきましたがレフト掴んで2アウト。8番バッター木戸、先ほどの打席はファールフライに倒れています。2アウトになっています。ピッチャーちょっと疲れが見えてきたようですがどうでしょうか。打ちました、伸びていく、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました、オールセントラルです。ツーアウトランナー二塁。これはいけません、デッドボールです。打順は1番に帰ります。バッター新庄、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。デッドボールのランナーが出て二塁一塁となっています。ピッチャーちょっと疲れが見えます。松田が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがオールセントラル得点には至りませんでした。これから4回の裏オールセントラルの攻撃です。打席には2番バッター真由美、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね、ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。オールセントラル攻撃が噛み合い、大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。リードはしてますが点を取られたんで、すぐに取り返しておきたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。タイミングが合いません、ワンボールツーストライクです。これが4球目、高めのボール、この打球は落ちるか、どうだ、センター掴んでワンアウト。バッターボックスは3番バース、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね、ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。ワンアウトランナーなし、インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。ランナー出塁しました。ここでオールセントラル代走を送ります。丸がファーストランナーに入ります。打席には4番バッター石峰、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。走ってきた、ヒットエンドラン、レフトが追いかけますが頭を越えました。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、
オールセントラル1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、9対2、オールセントラル、なおもチャンスです。バッターボックスには5番オマリー。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。低め、これは外れた。打ちました。フェアかファールか、わずかに右に切りました。ファールボール、ワンボールツーストライクです。見送ってボール。ここはストライクはもちろん、際どいボールも手を出していかないといけませんよね。なるほど、そうですか。さあこれで決まるのか。引っ張った、ファーストを取った、一塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。バッターは DH 八木。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリー打ちました。ピッチャーゴロです。取った、一塁を送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回オールセントラル1点を追加しています。4回終わって9対2、オールセントラルのリード広がっています。これから5回の裏、7番から始まるオールセントラルの攻撃。アリアス、バッターボックスに入ります。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。打ちました、浅いフライ。この打球は落ちそうだ、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。先頭バッター出ました。オールセントラル、ノーアウトランナー二塁です。初球打ち、センターへ打球伸びる。ここはフライになっています。秋山抑えてワンアウト、三塁へ送球。バッターボックスは9番山田。先ほどの打席はデッドボールでした。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。はい、バッターボックスには代打の外。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。まずはストライク、打ちました。大きな打球になった。センター下がっていく、下がっていく、追いかけますが頭を越えました。二塁へ送球する。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。オールセントラル1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、10対2、オールセントラル、なおもチャンスです。打順はトップに帰って新庄。甘いコースでしたが見送っていきます。ファウルになります。低め、これは外れた。さあ勝負してくるのか。打ちました、ショート取った、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。いいプレーに阻まれてしまいました。いい動きでした。西さんいかがですか。いや、よく取りましたよ。素晴らしいグラブさばきですよ。文句ないプレーですね。はい、バッターボックスには代打の坂本。まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。まずはボールから入りました。これは手が出ないか、ストライクを取ります。次が3球目。ドカーン、これは行ったでしょうね。高ー、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。オールスターという晴れ舞台で嬉しい一発。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オールセントラル12対2になりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターはダイソーから起用されている丸。オールセントラルホームランで得点を挙げています。この打球は切りました、ファウルボールです。このカウントは狙い球を待ちつつも、その他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。
しかしこの回オールセントラル3点を追加しています。5回終わって12対2。ここまでのハイライトです。1回の裏一塁二塁のチャンス、3番バッターバース2球目を捉えました。オールセントラルこの一発で先手を取ります。さらに続きます。4番バッター石峰3球目を捉えました。オールセントラル1点を追加します。6回の裏、さあオールセントラルこの回は4番から始まります。バッターは石峰、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。オールセントラル攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。リードはしてますが点を取られたんで、すぐに取り返しておきたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。先頭バッター出ました。オールセントラルノーアウトランナー一塁です。これが初球、真ん中打ちました。この打球はファウルグラウンドへ、ファウルになります。ワンストライクです。打った、右中間に強い打球、これはどうか。ボールはそのままフェンスに直撃。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。オールセントラル1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、13対3。オールセントラルなおもチャンスです。オールパシフィック、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手のモイネロ。バッターボックスには代打の筒香。まあ今のうちにリードを広げておきたいですからね。さあ初球は何か。初球から際どいコースをついてきます。打ちました。浅村一塁へ、アウト、ワンアウト。これは進塁打になりました。バッターは7番アリアス。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。ファウルになります。3球目は何で来るか。キレがありますよね。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクです。次が5球目、打ちました。これはどうか。源田一塁送球、アウト、ツーアウト。バッターボックスは8番木戸。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ツーアウトになっています。打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。サードランナーホームイン。オールセントラル1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、14対3。オールセントラルちょっと一方的になってきました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。はい、これは行くでしょうね。打った瞬間確信した。ぐんぐん入った。ツーランホームランが出ました。オールスターという晴れ舞台で嬉しい一発。真ん中に入ってきたストレート、思い切り引っ張ってスタンド深くまで運んでいきました。追加点が入りました。オールセントラル鮮やかなホームランを見せてくれました。打順は1番に帰ります。バッター新庄。オールセントラルホームランで得点を挙げています。初球打ち、これは大きい、伸びていく、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました。オールセントラルです。ツーアウトランナー二塁。初球は何で来るか。打った、高く上がった。センターバック、センターバックする、
センター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。オールセントラル1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、オールセントラル大量リードとなっています。今日はダイソーで途中出場の丸、初球甘いコースでしたがタイミング合いませんでした。2球目打ちました、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回オールセントラル連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。オール今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。ヒットになった、先頭バッター出ました。オールセントラル、ノーアウトランナー一塁です。5番バッターオマリー、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗、外れました。ここは甘い球が来たら打っていきたいですね。なるほど、そうですか。打ちました、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。アウトコースは外れます。打ちました、弾き返した打球はセンターへ、この打球はフライになっています。打席には7番バッターアリアス、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。セーフ、高めの変化球から入りました。次が2球目、いいボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。あっという間に2ストライクです。真ん中打ちました、これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。打ちました、レフトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。吉田が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがオールセントラル得点はありませんでした。8回の裏に入りました。オールセントラルバッターボックス木戸、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。バッターボックスには代打の梅野、少しでもリードを大きくしたいですよね。ボールでしたよね。1打席での結果を求められているわけですから、甘い球は一つも見逃してはいけない。切りました、ファールボールです。これが3球目、打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました。ベンチの期待に応えました。ノーアウトランナー1塁です。バッターは外、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。これもファウル、内へ低めに変化しました。見送っています。ボール、バッターこれはどうだ。モイネロ送球する、アウト、ワンアウトです。オールパシフィック、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手のハーマン。
打順はトップに帰って新庄。大きくリードしてますけど手を緩めずどんどん攻めたいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。打ちました。伸びていく。どうだどうだ。スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。オールセントラル1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。オールセントラルなおもチャンスです。坂本が打席に入っています。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。ここは一気に勝負してくることもありますから、しっかり見極めた。高めのボール打ちました。打球はセンターへ。セカンドランナータッチアップ。タッチしてダブルプレイチェンジ。しかしこの回オールセントラル1点を追加しています。オールセントラル打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ちました。さてオールスターゲーム初戦が終わりました。さすがプロというプレーが随所に見られたのではないでしょうか。第2戦はどんなプレーを見せてくれるのか非常に楽しみです。ご覧のようにオールスターゲーム第1戦はオールセントラルが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。足元に気をつけ